にちは。第4回ボヘミアンラプソディ旋律付きです。今日のところは、この部分をやりたいと思います。ではまず右手ですが、前回ここで終わっていって、今日はここのソからです。シのフラット、次ラのフラットとドを同時です。譜面上ではラのフラットを押さえたままミのフラット、でも難しい場合は押さえなくてもいいです。次ソとシのフラット同時です。譜面上ではソを押さえたままミのフラット、次4つのと同時です。ソとドとミのフラットとソ、次3つのと同時で、このソがないだけでさっきと同じです。ドとミのフラットとソの3つのと同時に3回、次ミのフラットとソ、ここまでです。ではもう一度右手、ソシのフラット、ラのフラットとドを同時、ミのフラット、ソとシのフラット同時、ミのフラット、ソドミのフラット、ソドミのフラット、ソ3回、ミのフラット、ソ。では左手ですが、前回最後がここのファで終わっていました。今日は1オクターブぐらい下のミのフラットで、譜面上ではこのミのフラットを押さえたままシのフラット、ミのフラット、ドシのフラットで、この押さえてるの大変な場合はペダルがあるから大丈夫です。次ドソドミのフラットソ、その後 LH って書いてあるのでレフトハンド、ここですね、こう飛びますね。ですから今ドソドミソ、このあと1オクターブ上のソ、その後半分ぐらいですね、このシのフラットとレを同時です。こういう感じですね。では左手もう一度、ミのフラット、シのフラット、ミのフラット、ドシのフラット、ドソドミのフラット、ソシのフラットとレを同時です。では両手ですが、一応前回の最後のこれ、これを伸ばしたまま左手のミのフラット、左手のシのフラット、次左手のミのフラットと右手のソを同時です。右手だけがシのフラット、次3つの音同時で左手のドと右手のラのフラットとド、右手だけがミのフラット、次3つの音同時で左手のシのフラットと右手のソとシのフラット、右手だけがミのフラット、次5つの音同時で左手のドと右手のソドミのフラットソ、次4つの音同時で左手がソで右手がドとミのフラットとソ、次も4つの音同時で右手は同じで左手がドです。次も4つの音同時で右手は同じで左手がミのフラットです。左手だけがソ、その後で右手だけがミのフラットとソ、その後で左手がシのフラットとレ、ここまでですね。ではもう一度、前回の最後このまま伸ばして、左手同時ミのフラットとソ同時、右手だけ同時3つの音、右手だけ3つの音同時、右手だけ同時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 、左手だけソ、右手だけ左手だけ、ここまでですね。もう一度、まずすでにこうなっていて、
ですね。ここもちょっと掴むの難しかったりするので、簡単バージョンは、っていうところですね。ですから今日のところは、ソとシのフラット、これは必要ですね。次、この2つの音になってるけど、それを上の音だけにして。次も。ですから、ソ、シのフラット、ド、ミのフラット、シのフラット、ミのフラット。で、次の、っていうところは、ソだけにして。で、これができるようになったら、2つの音。3つの音。で、増やして。で、この4つの音、これはちょっと、やりにくいので、これなくても大丈夫ですね。で、左手は、そうですね、このミのフラット、シのフラット、ミのフラット、この3つの音を同時に押さえてっていう感じですかね。簡単バージョン、このこれは難しかったらやらなくてもいいのでって感じですかね。で、このこれが難しい場合はドとソを同時に押さえてっていう感じですかね。ですから簡単バージョンは右手は上の音だけ、左手はいくつかの音バラバラになってるのを同時に押さえるって感じで、こういう感じですかね。では少し前からやってみます。第2回のところからやってみると、ここをやりたいと思います。それではこれで第4回終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。